多分そのそういう問題だと思う。これをこうしたら白飛びするわけよね。これをこうしたら多分黒じゃなくても白飛びだけど、これを暗くしたらねしないんですよ。すごい大発見。多分この辺行ったらするか。こんばんは。ひなこの明日よろ…え、知ってた？一応さ、あの今日の朝ぐらいに明日よろしくのあれをフォローしたんですよ、通知が来るように。来た。やってた。嘘、もう終わったの？まだやってないと思ってた。こんばんは。ゆすべさん、お疲れありがとうございます。まだ仕事中でやんす。頑張れー、待って頑張れ。4時40分ぐらいからやった。早っ。それは予想外。そんな早くやってたんか。ここの髪の毛失敗しました。この髪の毛失敗したけど出すんだよね。大切。いや、昨日はこっち出して、こっちを出してね、本当はこういう形にしたかったよ。こう美しい。こういう形、キュンってキュンってこっち向いてほしかったのに、なんでか分からんけど無理だって。こっちに向いてる、キュンってこう L 字にしたかったの。失敗作。スランプくん、ハート、まるこちゃん、かわいい、ありがとうございます。私のこと話してたって嬉しい。嬉しいです。まるこちゃんかわいい、ありがとう。久しぶりに配信見に来れた、ありがとう。いや、ほいほいほい。あ、セトラブ見てコメントしてまいりました、ありがとうございます。ありがとうございます。セトラブ投稿しました。重要なことではないけど重要なことではない、私が思いついたこと。私のねセトラブはね、あの自由自由気ままなんですよね。そう、そう、なんかソラハもね、なんか今日ねその話したんやけどね、なんか毎週木曜日にあげるって決まってるらしいんですけど、私はもうあのツイッターかのようにすごいかしこまったね、あのイラストが決まったとかね、大事なお知らせをするんですけど、そう、そうじゃない、もう写真とかもない、ただの短い文章だけみたいな感じのやつもどんどん投稿して、そう、行くタイプのセトラブ。
なんかタイプが全然違ったびっくりびっくりしたの今日。そう、私はもうツイッターかのように一言でも投稿しますし、大事なことも投稿するし、1週間に何個投稿するとかもそういうのは決めてないっていう自由のセタラブなので、よろしくお願いしますりのんちゃんハートありがとう、ひろたんたん花束ありがとうございます。あ、そう、重大発表じゃない何だったっけ業務連絡にゃ、業務連絡、業務連絡ってつけるのが鉄則、鉄則なの、私のルール決めた。あれはね、セトラブってあの通知が来るようにしたら、ここにあのなんとかが投稿されましたって一番上の文字しか出ないんですよ。ちゃんとね、見てくれて、通知も見てくれとって、通知が来るようにしてくれて方はわかると思うんですけど、そう、1文字目ヤッホーとかこんにちはみたいな1文字目に書いた、そう、あれしか見えないんで、誰が投稿したやつかとかはわからんのよね、通知とかあったら。そう、だから私ってすぐわかるように業務連絡にしましたそう、会社でもある、会社でも、そう、なんか会社っぽい感じでしたいけどね。そう、みんなが会社でいつもやっとるようなことを真似する使っていく。こんばんは。業務連絡だから普段逆につけたそういうマジ普通なんて言うん、業務連絡するときは業務連絡業務連絡って言うのマジか、なんて書いてあるんですか。マジか、業務連絡って入るかと思ってそれにしたのにこんばんは、こんばんは、プライベートな連絡ですよ確かにそうか、確かに、まあ一回業務連絡で、まあいい、ええんよまあいいや、まあ、あのコメントよろしくですコメントよろしく、こんばんは。あ、そうそう、わかりやすい、アリサが投稿したやつだってわかりやすいじゃん、 いいでしょいいでしょ、うん、こんばんは、こんばんはツイッターのリップ、セトラブのコメントとかね、セトラブは特にあのお願いします語彙力まるこちゃんハートありがとうございます。セトラブの、私がセトラブにビョン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 とか投稿したやつにはコメントしてください、いっぱい、よろしくお願いします
そう、あれに、そう、あの、なんだったっけ、私がコメントじゃないわ、投稿したやつのいいねとか、そう、コメントしてくれたやつにもいいねできるし、コメント返せるしみたいな感じなのでね、そのコメントが多ければ多いほど盛り上がってるプロジェクトって感じじゃないですか。このアリサカンパリー盛り上がってんなって感じじゃないですか。だからね、セトラブコメントはたくさんよろしくお願いします。ツイッターの返信の落ち上がってる嬉しい。セトラブは自負がないからね。そう、セトラブ自負ないんで、コメ、文字かでも画像も投稿できる、画像、文字か画像かみたいな感じでよろしくお願いします。そう、セトラブはコメントを自由に、いいねもできるし、自由にコメント返せるし、その私が返したコメント、まあ、なんか返したコメントにもコメントできるしみたいなこのコメント欄で話せるしみたいな感じやねそうなんですよ。あのね、これはね、私もスタッフさんに教えてもらったら気づいたんけど、この上の名前のとこは、え、びっくりした文字の字体がなんかめっちゃかっこよくなった一瞬。セトラブびっくり。この一番上に名前が、こうセトラブのプロジェクト名みたいな名前があるんですけど、ここがね、このセトラブのプロジェクトが盛り上がっている順になったらしい。名前順だったかな、忘れた、前がどんなやったか忘れたんですけど、そう、初めて教えてもらったの、何やったっけ、なんかプロジェクト始まった順やったかなみたいな感じやったんですけど、え、民調隊っていう、え、あるある一瞬めっちゃかっこいい時代になってびっくりした、書道かと思ったあるあるなんや面白い。そうなんですよ、コメントとか、そのアリサが投稿したやつのいいねの数とか、コメントとか、そのコメントに対してのいいねとか、そうとかで判断して、このプロジェクトが盛り上がってる順みたいな、楽しそうなプロジェクト順というかえ、伝わるそうの順番でこうなってるらしいんですよ。これの良いところは、良いところはね、こうさ、パッと見スマホやから、この縦画面やから、なんですか、ここのね、この画角しか見れないやん一瞬。そうだから、こう全部 見たかったらこうスライドせんといけんわけなんですけど、私が今一番前にいるっていうわけで、スライドをしなくてもタッチできるっていうそう、セトラブって結構なんか重いじゃないですか、容量が重いっていうかな、なんか遅いやん動きが。だけど、それだからこうあんまりスクロールしにくいんですけど、そうスクロールせんくてもこうプチって叩ける押しやすい、一番名前が全部見えて押しやすいところにいるから、タッチしやすいっていう良さすぐ見つけやすいっていう良さがあります。そうね、なんかこの一番見つけやすいポジションを死守していかねばなりませんのでそう、私のアリサカンパニーがここの一番タッチしやすい、スクロールせんくても見れる、まあ強いてんの2番2番2
2番目の人までこう 見えるんよな。だからそう、しいて強いて言うなら2番目のそう人まで見れるからな。あの盛り上がるプロジェクトにしていくためにみんなコメントよろしくお願いします。いっぱい気づいたこととか業務連絡でツイッターかのように投稿するのでコメントといいねよろしくです。こんばんは。こんばんは。そうだからあの意見というかなんやろね。そうなんか意見は出しづらいみたいな方はあの生存確認出席みたいな感じで、そうでも良いです。そうあ、分かった。あ、じゃああれだ、あの月始めに拡散ちゃんとするって決めたから、セトラブの社員さん募集とか、そうちゃんと月始めの時に募集をかける、拡散するって決めたから、そう、それに今月もよろしくお願いしますみたいな感じでコメントしてもらうっていう感じでいいね。そう、うん、このなんだロゴ募集とかキャラクター募集とかのそういう系にはあの意見は出しづらいけどみたいな、かあの社員になってますって、社員になってくれてる方は毎月私が投稿するやつに絵文字とかであの生存確認みたいな、今月の生存確認みたいな感じで、それにはコメントするっていうルール、アリサカンパニールールにしよう。いいね。どうですかどうですか。そんな感じで、じゃあ6月になったらそんな感じで投稿しよう投稿しようっと。全部コメントしてるからもうさすがです。さすが社員の鏡見習うべく、ぶっけくけいいところで買った見習うべき社員の鏡の方です。ありがとうなるほどね。でも一応53、4、5ぐらい今社員さんになっていただいてる方がいるので、まあ100人は欲しいね社員さん100人は欲しいな。どう？倍100人はキリが良くて良いね。アリサカンパニー社員さん100人そう目標、そうしよう。社員さん目標100人やー、こんばんは。
どうと、あとはでもただ社員さんがいっぱいいるだけじゃダメなんで、ちゃんと働いてもらわないとダメなんで。そうそうね、100人を目指しても、あの3人ぐらいしか働いてなかったらダメなんで。目標はあのなんだ、その社員さんのみんなが意見を出しやすいような意見をこうしたらいいんじゃないかみたいなね感じで意見を出してくれたり、自分の考えを述べてくれたり、あと見守り隊の方とかはね、こうなんでしょうね、拡散、社員の募集の拡散を1ヶ月に1回してくれたりみたいな、みんなが楽しんでできるようなね、で楽しんでこうアリサカンパニーを広めていくっていう、かつ仕事をちゃんとしてもらえる会社にしていこう。していこう。いいね、やっぱ楽しくないとあれじゃん、仕事はできないじゃないですか。そういうの大事やな。風通しのいい職場って言うんですか。いいね。風通しがいい職場。おえー。じゃあそれにしよう。目標は社員100人、風通しのいい職場を目指して頑張ります。面白い、風通し、いいね。たくさん担当ありがとうございます。たくさん担当任せました。ピッ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 、あのものはね、一応作っているつもりなんです。私はサイン会、なお女子サイン会でね、そのアリサカンパニーの宣伝用の生写真をちょこっと作ってからね、そう届けているので、多くの方々にサイン会撮ってくれはった多くの方々に届けているつもりなので、あれを受け取った方はあのサイン会とかも行ったんですけど、そう私のアリサカンパニーの募集用の生写真を受け取った、見事宣伝係に選ばれた方々は、そうその生写真を写真撮って、その生写真をあの公開して、そう宣伝するっていう係に選ばれてますので、そうすごい宣伝しやすい武器をゲットしたんですよ。そうなので、その方々はちゃんとあ宣伝してもろて宣伝してもろて忘れず、そうまさかのあの生写真届いて、なんだこれは、このメッセージはなんだってなって、まだセトラブ会員になってないって方はまず社員になってもろて、あそんなんあるんや、ありちゃんそんなことやってたんやって感じで、ちゃんとまずは社員になってもろて、そっからそれで拡散してもろて感じですね。あれはメタンコに素晴らしい武器なんでね、もうなんなら全部アリサカンパニーのあれ用の生写真にしてもいいぐらい。そう
回につき10枚ぐらい準備したけど、なん全部アリサカンパニーのやつにしてもいいぐらいな感じですね。めっちゃ泣いてる。こんばんは。そう、そのために生写真が。そうだよ。その通りです。それはめっちゃあのメッセージ強調して、そう、宛先というか宛名、その方の宛名はあのなるべくちっちゃく書いて宣伝用に使いやすいようにしているはず。こんばんは。ジアさん、ギアさん、ハートありがとうございます。アートありがとうございます。久しぶりにコメントしてきた、ありがとうございます。生存確認。それは生存確認になるね。ありがとうございます。みんなコメントしてください。ちゃんとストラブのコメントは大切です。このクリックしやすい場所をクリックしやすい、1ヶ月に1回かいつぐらいに更新するんか分からんけど、大事なあれなんだね。こんばんは。こんばんは。パー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 、みんなコメントしてくれてる。嬉しすぎる、嬉しすぎる、嬉しすぎる。うれしすぎるけ、今投稿しよう。目標目標はね、大事じゃない。あ、そう、あと私の目標というか私のあれは、あの全部ちゃんとセトラブで共有すること。そう、ツイッターとかショールームとかインスタとか、まあ、いろいろ使っていろんな人にこう広めていくみたいな、いろんな人の意見も取り入れるみたいなこともするんですけど、そう、でも最終的には全部セトラブにちゃんと共有して、こんな意見も来たみたいな、こんな意見もあったみたいな感じで、ちゃんとセトラブに全部共有することです。そう、だから今決まった目標もちゃんと共有で、私はすぐ忘れるので今やる。今やる。アリサカンパーレ、うーん、語彙力がないな。せくひょう、丸に。会社
風通しのいい何でしたっけ、職場か、なんて言うんでしたっけ、ババババン、風通しのいい職場か、職場、まあ、いっか、同じ、え、職場で変、私がこのアリサカンパニーの目標にするには変職場だったら、こんばんは、風通しの良い職場、カンパニー、え、カンパニー、そっか、オッケー職場、オッケー、分かってるやんってほんまにそっか、確かにね、ちゃんとね、ここね、ちょっくり変えたらダメやもんね、そっくりそのまますることに意味がある。うん、ダギーごじりすぎ、うん、日本語がおかしすぎた。よし。オッケー、それでは投稿します、あって投稿します、ポチッ、投稿しました、私の今決まった目標をセトラブで共有しました、見てくださいみんな見てね、通知来ました、通知来る、カウント完了しました、ありがとうございます。普通の会社でもそういう目標のところはマジ、じゃあめっちゃ会社みたいになった、めっちゃ会社みたいになった、うれてぃ、そういちろうさんハートありがとう、ほんまや、秒でコメントが来た、さすがうん、よし、日本語合ってる、日本語合ってますか、うん、これ投稿してね、投稿して自分で読んでみて、なんかいつも 2,3 箇所間違ってるとこ見つけて、でもこれのセトラブのいいところはね、一回投稿しても文字を直せるんですよそう、ツイッターとかやったら一回消さんといけんからさ、文字全部消えるじゃないですか、投稿しな、やり直したかったら、そ
そうだけどこれ編集みたいなボタンがあって編集できるの、すごくない？そうだから、あもうごじってたみたいになったら編集ってとこ押してそこの1文字とかだけ直してまた上げたりできるんですよ。素晴らしい。日本語は求めない、おいはい、私は日本人、日本人、日本人、マタピは日本人、みんないいねありがとうございます。いいねとコメントよろしくです。いいね、いいね、みんなのコメントに秒でいいねしてあげます。よし、編集済みって表示されたら確かにあれなんなんかね、バレる、編集したなってバレる。大事な文章はすぐ打たずに一晩寝かせちゃうなんでなんでな、そんな文章に味は出んやろ。達成化した、達成化したかな、目標を取り上げました、ありがとうございます。一晩寝かせたカレー、私カレーはなんか一晩寝かせたら方が美味しいよね多分。うん、文章は初めて聞いたがな、カレーは確かに寝かしておいしいよね。うんうん、こんばんは、こんばんは、こんばんは。一晩寝かせた天ぷらちょっとしなっとんじゃない、カリッ、え、カリッカリの方がよくない、え天ぷらをその一晩を寝かした記憶がちょっとない。嬉しい、コメントがいっぱい来た、で通知が来た、私にも今日2つも業務連絡したんで忙しいと思います忙しいと思いますんで、業務執行業へ追記難しいよ、みんなのコメントが難しい。ラブレター、一晩経って読み返すと恥ずかしくて出せるそれはあれだよな、じゃあ速達、速達すぐ出した方がいい的な、それ寝かしたらいかん、いかんだよな。手紙文章じっくり時間をかけて書けるから、なるほどね、より良い表現とか言い回しができる。いや私の場合は多分できんと思う私の場合は多分一晩も二晩も寝かしたところでいい表現は思いつかんと思う同じことや多分アリサは、アリサはあの一回文章を完成させるやん、ちゃ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 って、で2日目、多分いい人2日目見たときはみんな、あ、もうちょっとここをこうしたらいい表現になるみたいな思うと思うんですけど、多分私は2日目読んですごいいい文章だって浸っとると思う
かってる。自分を褒めたたえる。2日目も3日目も寝かしたところですごい、こりゃいい文章だ褒めたたえる。重大発表確認してコメントしておりました、ありがとうございます。嬉しいです、みんな次々とコメントが、嬉しい、コメントがあるとこんなに嬉しいんだな。いいね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 。こっちともう一個前にあげたやつも見ておかないば。オーケー、オーケーです。なんちゃん、ひろたんたん、ギフトありがとうございます。まるこちゃん、だるま、ありがとうございます。うんうんうん、こんばんは。あ、動画も、そうそう、動画もいけるよね。動画ででもわざわざ喋ったよ、おもろいね。皆さん、この度目標が決まりましたってわざわざ動画にして出したらおもろい。うん、6月になりましたね。今月も頑張っていきましょうみたいな動画いい？それはもうこっちが恥ずかしすぎる。こんばんは。年に1回社長の挨拶の動画来る、マジマジでやった方がいいかな6月が始まりましたジメジメする季節になってきましたが、それあれやん、もう校長先生のあの学校長会の挨拶学校長会の挨拶や。うん、いいね。たまに動画で喋ろっかな。生配信、社長の生配信があるんですか。めっちゃ面白い面白い。確かにね、社長って似たよ、イメージわかんけど。私は校長先生をイメージしたらいいね。おじいちゃんやったけどおじいちゃんやったけど、校長先生をイメージして。 AIC の高校はそう、イギリスの、あれ、インドじゃないドイツ、どこやったっけな。でもグローバルな先生やったで。校長先生、デイビッド先生、校長先生じゃなかったっけな。コメントありがとう、みんな。ピポピポピン、ピポピポピン。求人広告って何？社員募集みたいな社
社員募集みたいなやつですか。おはようございます。 Good morning。 Good morning。 誰マイケルマイケル、マイケル。求人広告、社員募集のお知らせ、プレシデント、プラスデント。マイネームイズアリサプレシメント。アリサプレシメント。いいね。ただ大統領になったらね、まずは君を捕まえるね。濡れたタオルで洗いざらかせるね。ね、社長って呼ばせてもらって、あはは、みんなねおし社長とお呼び。うん、ひなごはん回してくれてありがとうって出た。本当よかった。いや本当に受け取ってくれてよかったよ。こちらはこちらからしたら本当にね嬉しい限りです。うんうん、次 ST に回ってくるのは何年後でしょうかね何年後でしょうか。最終回回避できて、そうよかった。うんうん、最終回回避できたんでよかったです。私で終わる心だった。みくちゃんの動画ありますなんでさ、あの動画を持っとるんかが不思議でたまらん。私は私はあの動画をなぜあの人は持っているのかっていう不思議でたまらぬよでもあの頃めっちゃ撮ってた。楽しかった、めっちゃ。そう、朝から土日がレッスンやったから、そう月曜日から火曜日はもう普通に小学校に通ってランドセルしてやって、よっしゃーいって小学校に通って、そう土曜日と日曜日だけ会えるっていうね、特権みたいな感じやったんでね。そうめっちゃ朝早くからレッスンある時もあって、夜遅くまでやって時もあって、その空き時間とかね、1時間とか空き時間が空いたらミクチャして双子動画撮ってたなコンビニ行って双子動画撮ってみたいなことしてたな。懐かしい。めちゃくちゃ楽しかった、あの頃。この頃うん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 、断られてたら、それな、ひな子かひなのかに回せんからったら、でもそうね、
先輩の LINE はでも一応ゆかさんの思ってNGT のおぎゆかさんの思ってるから、めっちゃ久しぶりの LINE がまさかのみおよろっていうあれになるところだったね。それかも全然 STU の1期生に回してもいいけど、そう一期生 STU ループじゃないですか、一生一生 STU ループだからね、回しました、違うグループ様に。 STU は別にあれだよね、なんかみおよろをみおよろでなんか回さなくてもみんなめっちゃショールームするじゃないですか、だからいいよねみおよろのアカウントになったところでって感じはある。みんな毎日ぐらいね、はい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 配信配信してるから。ほうれい線にたまる最近になってね、なんかめっちゃ昔に昔にねあゆみが言ってたことがめっちゃわかるようになってきた。あゆみ中2ぐらいの時から言ってたけどね、そうめっちゃ笑ったらここにたまるんですよそう笑ったらほうれい線にたまるよ、ここに線ができるじゃないですか、ここにたまるんよね、もう笑いすぎてほうれい線たまるとか言ってたよ中2の頃から。そうマジどういう意味その時はもうわけわからんみたいな、どういうことみたいな感じやったけど、最近めっちゃわかる、あそういうあん時あゆみが言っとったのこういうことかめっちゃわかる、ほんまにやばいここほうれいさん確か笑いすぎたらなんかここに笑いすぎたらめっちゃおばあちゃんになった時にここにめっちゃあれだよね、線シワができそう、めっちゃ笑ってないのにここにシワできてるみたい。ダイナソーリップありがとうございます、ありがとうございます。ほうれい線星になるんやそうですか、ローマだ。ほうれい線を伸ばしていかないと、どうやって笑ったらできん あ、こうじゃない、わかった、ここをおすすめ、ここをこうやって横にしたらして笑ったら、あできるわ、あここあ潰したらいいんだ、このほっぺをしたらできん、うん、にゅん、ここを持ち上げたらいいんか、ピッてそしたらできん、ほうれい線を作らずに笑えるこの形は何なんほんまに丸ができた、こんばんは、こんばんは、
代の流れは早いよね、本当に。そう、この前の徳島の時に、そう、あの徳島の公演終わって反省会みたいなして、みんなで、はい、お掃除して帰りますみたいな時に、あのダンスの先生をキキキキって呼び出し食らって、もう 何事かと思ったら、何を説教、何をそんな説教されるか思ったら、そう、ほんまに時代の流れって早くてねえどういう話やと思ったんですけど、そう、時の流れってほんまに早くてみたいなね。そう、もうトロ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 ね、何事にもこう何も考えずにポカーンと生きてたら、もうあっという間に30歳になっちゃうから、ありちゃう、はあ、そうです、確かに時代は早いですよねみたいなね感じになってそういきなりよいきなり、そうだからね、こう思った、自分のここを見てほしいとかをね、ちゃんと決めて、毎回ちゃんとね、こう講演して、自分アリサを一番に見てっていう気持ちでみたいなね、そういう気持ち、アピール力を高めてっていうね、アドバイスをもらったんですけど、確かに時代の流れって早いよね、うん、早すぎ。なんかその先の20歳とか30歳になった時みたいなこと考えたら長いけど、長いように感じるけど、この生きてきたこの16年間を今振り返ったら早いよね16年間こう振り返ってきたらめちゃめちゃに早い、時代の速さとやばい、焦るよね、焦る汗、うん、でもすごい、ほんまに確かにってことだし、あとね、集中力を高めて私集中力高めてって言われたんですよね、集中って言われたよ。そしたらね、ちゃんとね、保険の教科書に書いてあったんですよ最近一番ね、一人で笑ったこと一人で最近一番笑ったエピソードはそれです。徳島の公演終わった時に、そう、ダンスの先生にね、あれちゃん集中力大切よ、生きていく上で集中力大切だよって言われてねそう、公演中もちゃんと集中して、こうヘッドセットちゃんとここに持ってきて確認してっていう、集中力大事ってね言われて、その時は確かによく聞く集中力って思ってたんですけど、そう、もう保険体育の保険体育のあのレポートやってたら、ね、出てきたんですよ集中力とはみたいな、めっちゃびっくりして面白かった。なんて書いてあったっけな、保険体育の教科書に出てきることを教えてくれたんですよ。すごくない？集中力、保険だったっけ、体育編か、スポーツ、ちょっと待ってよ、あ、そう、 MC に集中そう、 MC のね、なんか私はね、 MC 喋るところがあったら、そこのその言葉、そのことしか考えられないタイプなんですよ
メンタルトレーニングだメンタルトレーニング。剣の教科書にちゃんと書いてあってね、もうタイムリーすぎて、この前聞いたことやーと思っても面白すぎた。ん？あ、間違った、3ページあった。集中力のトレーニング、実力発揮ができなくなる原因の一つに試合中、あ、公演中とかの集中力の低下があります。確かに集中力が低下してたから実力が発揮できなかったわけなんですよ。私の範囲としては集中力を高めるトレーニングには振り子を使って注意を一つのことに向ける方法、99までの数字がランダムに配列、99までの数字がランダムに配列されたシートで数字を順番にマークする方法などがあります。だって面白すぎる。メンタルトレーニング、他にも集中力のトレーニングの他にも大事なことはリラクセーショントレーニング、緊張しすぎている時のトレーニング、サイキングアップ、そういうことか。緊張しすぎている時の場合と逆に全く緊張してない時の場合、もう今から始まるっていうのに何も緊張していない、これは大丈夫か、何もテンションが低い、大丈夫かみたいな時にやるトレーニングと、イメージトレーニング、集中力のトレーニング、あと最後はプラス思考のトレーニングメンタルトレーニング大事すぎる。ここテストに出るけ覚えとかんと面白すぎん。保険の教科書でちゃんとメンタルトレーニングしてくれるんですこれ印刷してからそう貼っといた方がいいよね印刷して貼っといた方がいい、大事すぎる。そう、もう私のやっちまったことが全て書いてあってびっくりした。集中力が低下していて私は実力発揮ができなかったんやと思って。そういうことか。そう、適度に緊張してるぐらいがちょうど、そうなんですよ、何も緊張してなかったら逆に失敗するときはある私の場合そう、何も緊張してなくて余裕ぶっこえている場合か、余裕ぶっこえてる場合か、あとはその例えば MC が、これはや失敗例なんですけど、 MC があってソロがあります、その後にソロがありますってなって、でこの MC を頑張らんとってこう思ってたわけです。この MC ちゃんとやらなきゃって思ってたわけですよ、チャートリの公演でそう、そしたらこの MC がまあとりあえず終わって、まあ、うまくできたかどうかをまあとりあえず置いといて、 MC が終わったもう頑張らんとって思ってたことが一回終わって、へーってこう全部抜けた状態になった時にピッてソロ曲歌ったら、あの完全にあの安心しすぎて、そう歌詞が飛ぶっていう事件そう、あれは事件でした。そういう場合もある。なんか緊張しすぎてないのはダメそう緊張しすぎてなかったらいいやと思うけどね、逆にダメなんです私の場合は。でも緊張してるのに緊張してないように見られる。そう、緊張が伝わらんらしい。私はめちゃめちゃに、どうやって緊張してるって。なってどうやってしたら伝わるんかね。まあ伝わらなくてもいいんやけど別に
いいかい。そう、めっちゃね緊張してるのにね、え、緊張してないでしょ、緊張してないねって言われる、いつも。こんばんは。緊張したことある。緊張したことあるよ。私も常に緊張感ガチガチ。うんうん。でも、そうやな。初めて歌唱力の決勝に出た時が、そばかす歌った時は一番、人生で一番緊張したんだけど。そう、あれは一番、人生で一番緊張してた。あれは一番ね、伝わったんさあ、まあ、はけてるところからこう歌うところのセンターまでこう歩いてくる歩き方がもう変だったっていう。そう、あれはもうね、ある、あれは確か人生で一番緊張してたからね、あるんですけど、が、わかる。授業の発表でも緊張する、わかる、それはわかる。あとは今時はズームをつなげる瞬間みたいな。わかりますか。私は常にそう、なんだっけ、オンラインでけ、家からできるけ何も緊張せんじゃんって思うじゃん。そう、家からやるやけ何も緊張せんやんって思うやん。でもこうなんかズームのさ、この入出する時のパスワードとかピュッ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 って打ち込んで、なんかもうここ押したら、もうここ押したら繋がるみたいな、その一個のボタン押せんくない。とりあえずパスワードとかふーって押すけど、もうここ押したら繋がりますみたいなボタンの前は。ちょっと4分ぐらい止まって考える。ちゃんと集合時間に遅れんようにギリギリを攻める。いやね、あんまり早く行きすぎたら気まずい感じになるかなとか思って。そう、早く入室しすぎたらなんか5人ぐらいで話し合うのにまだ3人2人とかしか来てなくて気まずい空気になるかなとか思って。一旦待つ。一旦待ってる。うん、にゃほん。そう、急に気を抜いてる、気抜いてた顔が映ったら嫌やん。気抜いてたブサイク顔映ったらあれやないですか。だからめっちゃ緊、そこは緊張してるな。お話し会。お話し会ね、確かにそうよね。お話し会ありさでもなるもん、お話し会。3秒ぐらい待つよね。すぐは押せんよね。すぐは押せん。お話し会ね、何、初めてのおしましアナウンス。懐かしいね。おしましの時間になりました、いただやつよね。なんとかレーンの峰橋ありさです。めっちゃ懐かしい。あったね。いや、あれは緊張するやろ。そう、握手会しょんのにちょっとやってくれって言われたら緊張するやろ。そうなんよね、スタッフさん見られてると思う。そうなんよ、
アリサはね、中学生時代の時とかもう何も考えてなくて、そう、ただ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 無我夢中無我夢中みたいな言葉がぴったりなぐらいね、何も考えずにやってたんですけど、そうなんよね、最近はそう誰かに見られてると思うよね。そうリハーサル、まあそりゃ見とると思うけど、誰かはそりゃ誰も見てないのにやらんと思うけどね、リハーサルの時も、あ、今自分にこう見えるのはダンスの先生しかおらんけど、絶対裏のモニターとかで見てるな、今見てる、絶対見てるって思ったら、だけど本領発揮できんくなるよねそう、なんか 80% ぐらいになる、あるある。誰か見られてるって思ったん、別に見てない、別に見てないよ、見てない、終わった後とか別に見てない、見てなかったみたいな感じだけど、やってる時はそう見られてるわ思うよね。まるこちゃん、クローバーありがとうございます。いやー、そうなんや、コスプレしてるって、コスプレするときは別にマネじゃなくても、違うマネージャーさんとかでもけなされるそう、けなされるからね、あれは痛いぜ。キャシャ猫かいね。パリピ猫の時は水おじことでしゃばりたがりやおじさんに「毒猫？今日毒猫？」ってやれたもんそう、あれはねすぐけなされる。からそう、お話し会はギリギリを攻めるか、私服っぽいコスプレでいけるようなギリギリを攻めるか、もう私服が一番見てもらえるかやるけど、そうよね、普通そうよね、そうなんよ。それはあれやろね、みんなが見てくれてる人のことをすごい大切に思っとんやろね。いいことだ。うん、見られてるからちゃんとやろうってなるよね。普通見られてるから 80% 落ちるんですよダメだ。かっちゃんかわいい、ありがとうございます。緊張話や、面白い、みんな緊張する時あるんだ。ポチこれ冷房つけます。こんばんは、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 パッパッパッコナンっぽい、そう、コナン私服でいけるかどうかわからんけど、でもなんかいけそうな気がしてる、コナンぐらいだったら。次のね、お話し会とかできる機会がない、決まらんとあれやけど、
っちから配信しようっと。うわポチ。にゃしゃりさですの iPhone です。にゃしゃりさの iPhone です。よまぶしい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 。いいね、いい感じやないの。ちょっと落とそう。ピッピッ。これが一番暗いやつだった。トゥルル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 。使いこなしてよ、もうこの機能知った2日目です。ただいま2日目でございます。何とっかな、何にも決めておりません。かわいいメガネが消えたんだよな。あっちにあるわ。あっちにかわいいメガネがあった。いっか。あっちまで取りに行くのめんどくさいね。こんばんは。こんばんは。何がいいやろ。リクエスト募集。リクエスト募集。答えれるか分からんけど。さあ、アリコンのことをね、すっかり忘れてました。忘れてて、そうリセット公演よね。リセット公演をやろうって決めたのは決めたんですけど、まだ全然覚え始めてなくて、すいません忘れておりました。アリコンのこと完全に。でも土日空いてる時というかできる時はやりたいなと思っております。テレレレレテレレレン、テテレレン。え、すごい。人気曲ランキングっていうの見れるんですけど、星野源さんの恋だ。すごくない？星野源さん1位やんけ。ねね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 ね、ちょ手が当たったみたいな歌ってやってみる。いつか言えなくなること、それは歌の指なりなななな、夫婦を越えてゆけ、二人を越えてゆけ、だだだだだだだ、タイムリー、すげえ、暗闇。今日は水平線の彼方を目指して、 R を描きただらかする夕暮れに、何
かをやり残してるような悔いはないのか。僕はまだ帰りたくない。やりたいことやりたくないことやらされながら、理想と現実がごっちゃになっている日々。あの空とこの海がほら分かれているように、交わらないものがあるってことさ。都会で暮らす友は窓しか見ていないらしい。やるせない孤独の時、泣き言を誰に言えばいい。夜よ僕を詩人にするな、綺麗事では終わりたくない。生きることに傷つき身を変えて無様で自分が輝いているそのいつと、宇宙の果てで誰かに見られてる自意識。どこかで消えていった光を知っているのか。僕は始まってもいない。欲しいものもいらないものも見栄えつかなくて、手を伸ばしてしまう若さはいつも強欲だ。大人とはその分別があることというなら、永遠に大人になんかなるものか。ふるさと捨てて僕は絶対暮らせないだろう。水平線見えなければ今いる場所がわからない。夜よ僕に歌わせるなよ、想像だけど愛の世界は都合のいい思いやりばかりで説得力ない。どうせならばもっと生々しく、お互いの正体を明かそう。取り繕っていても虚しいよ、暗闇のその中で聞こえてくるのは希望の足音か。僕は叫んだ、波の音よりも大きく地球へと届くように。夜よ僕を詩人にするな、綺麗事では終わりたくない。生きることに傷つきうろたえて無様でいたい。部類になるよね。暗闇降るパチ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 。ギフトありがとうございます。皆さんありがちゃい。鏡イエーイ。ねえ、最近4周年で1番ワンハーフか、ワンハーフやったぐらいやな。
アボカド、アボカド歌えるっけ私って。アボカド、暗闇求む、いいね、覚えとってね。アボカドじゃねえし、アボカド、アボカドじゃねえし、アボカドだし。いちごバナナアーポーメロンチェリーオレンジキウイピーチアボカド目と目があってピンときたのよ恋が始まるって今までとはどこか違うよ胸がキュンキュンするのだけど私なんかダメ可愛くないし周りの女の子に負けてる悔しいよあいちごバナナ青ポン甘い香りがするメロンチェリーオレンジちょっとキスしたくなるそこに紛れてる私はアボカドアボカドじゃねえしアボカドだしいちごバナナアーポンメロンチェリーオレンジ友達までで満足するなら何も問題はない私それ以上近づきたいよもっと仲良くなりたいどんな冷たい仕打ち仲間外れに絶対あなたを諦めないよ恋心あいちごバナナアーポン見た目かわいいよねメロンチェリーオレンジちょっと付き合いたくなるそこに紛れてる私はアボカドアボカドじゃねえしアボカドだしいちごバナナアーポン甘い香りがするメロンチェリーオレンジちょっとキスしたくなるそこに紛れてる私はアボカドアボカドじゃねえしアボカドだしいちごバナナアーポン私はアボカドアボカドじゃねえしアボカドだしいちごバナナアーポンメロンチェリーオレンジいちごバナナアーポンキウイピーチアボカドありがとうございます。歌えたわ。高いな。見た目かわいいよね。高い。ダンスも激しいしね、これ。ダララン。ダーダー。何だっけ？暗闇求む。歌えるかな？NGT さん縛りで歌った。
ては消える夕日が沈む砂の上で一人きりの時間潰した話したい誰かどこにもいないのは僕のせいか君のせいなのか枕になればいい光はいらない星たちよ出てくるな世界から世界から忘れられたいよ一つの一つの恋が終わったもしおも浮かれてるのに人影のない心の奥で淡い夢が遠ざかってく帰りたい場所がどこにもなくなってここを動きゆきない枕が楽なんだ構わないでくれ街明かり見たくないずっと波音ただ聞いてたいよ孤独な恋の名残よこんな切なさを僕は知らなかったまぶたを閉じたままで涙光はいらない星たちよ出てくるな今は世界から世界から忘れられたいよ一つの恋が終わったありがとうございます。なんか歌おうかなって思ったやつがあったのに忘れた一瞬で忘れました、懐かしいねなんかありますか HKT さんとか探してみようかなうん
大変かもしれんけど、でも知っとるかもしれん。大変かもしれんけど知っとるかもしれん。行ってきます。だけど気持ちは飛び込み厳禁、どうでもいい話をして、未練たっぷりさよなら。次に会った時には好きすぎて目を合わせることもできなかった。気こちない、しょうもない、ありえない。恋をすると誰もがいつの間にかそれ以前と人が変わるもんだよ。まるで別人のように自分から望んでいるのか、ロマンティック秒、ふわりふわり浮き上がれ、現実は忘れよう、悲しみはここに捨てて、心軽くなって、夢を見れば笑いの、ふわりふわり浮き上がれ、ときめきを思い出せ、この想いもう今の僕は最高だ。ラブパルーン。そして君とまた会ってクレイジーラブだけど、瞳は一方通行、相変わらず上がりっぱなし、あっという間にバイバイ。何度会ったところで好きすぎて個人的な話できなかった。可能性、将来性、協調性、恋と愛は違うよ、気づかれたい、それが恋さ、そばにいるだけでいい、それが愛だとわかった。じゃあ僕のはどっちの方だろう、ロマンティック秒、ふわりふわり風に乗れ、ポジティブに吹かれよう、嫌なこと全部溶けて、肩の荷を下ろして、ここはまるで天国、ふわりふわり風に乗れ、時々に目を閉じろ、この願いが届かなくてもずっと君に片思い、ラブウィンドウ。息するとこがない。ここに捨てて、心軽くなって、夢を見ればパライロ、ふわりふわり浮き上がれ、ときめきを思い出せ、この心から、ね、もう今の僕は最高だ。かわいい、かわいい曲、踊りたい。これユニットでやりたいね。これユニット曲でしたっけ、これって何でしたっけ、3人のユニット曲でしたっけ。チャートリでやりたいね。そう、私はチャートリもスタジオも一応兼任してるのでね、可愛い系の曲はチャートリでできるし、かっこいい
系というかね、の曲はスタジオでできる一石二鳥の女なんです。うん、これはなんかリクアワっていうイメージ、ロマンティック病。どうでもいいだい、今日ちょっすいスタジオで会えて、会えてな、めっちゃかっこいいラップ、ゴリゴリラップで歌う。ある日君に巡り合い放りラブだけど飛び込む、なんかこういう歌詞がさ、歌詞がすごいある曲あるじゃないですか伝わる、歌詞がすごいもう詰まってる。最近の曲とかもそうじゃないですか、めっちゃ早口で歌詞がめっちゃいっぱいある曲は苦手よ私はついていけないよそんなギャグ。リズムで覚えるって感じよね、それってリズムでさ、とりあえずな感じでなんかティーティーティーって覚えて、歌詞飛んだらなんか取り返しつかなさそう歌詞がめっちゃいっぱいつながっ、ブレスする間もない曲って、うん、それは苦手。裏声下手くそなの私、裏声強化しなきゃダメな、裏声が下手っぴ、下手っぴザウルス。別人のようって自分から求めているのか、自分から求めているのか、ロマンティックビュー、自分から求めているのか、ロマンティックよ。ふわりふわり浮き上がれ、現実を忘れよう、悲しみはここに捨てて、心軽くなって、夢を見ればバラ色、どこかへ続くほら穴を、周りの友はその暗闇をただ覗くだけで動かない、なぜだかドキドキしてきて、僕は一番目に走る、傷つくこと恐れはしない。
世界を選ぶ。語ってるより泥を跳ねろ。孤独な夜も星を味方に。自分の足跡を残すんだ。どんなに不安になっても最初のウサギになろう。いい歌詞だよね。ちょっとなんか中学生ぐらいにやった時はなんか出とったのにやばい。高い音が出んくなってくる。だんだん、アフターレインはめっちゃ神曲よね。やろう。アフターレインはね、アフターレインに弱い私は。
ばっかり歌ったな。そうですね、アリサカンパニー頑張りましょう。そうやな、アリサカンパニー頑張っていきましょう。これからも、あと時の流れは早いんで一日が過ぎ去るのも早いし、1ヶ月、2ヶ月、1年時の経つのが早いので、今を楽しく生きましょうそれぐらいですそれぐらいですかね。ひろたんとハートありがとう。そうなん、なるほど。明日も、明日金曜日やん。え、早っ。え、1週間早ない？この前徳島から帰ってきたのに、この前徳島の公演やって、この前徳島の公演でダンスの先生に言われたことを思い出したのに、早っ。もう1週間経った、経ってないけど、経つ。今週は広島です。広島2日間で
船は終わります。頑張ろう。バイバーイ。